今日は4時から東京高等裁判所101号法廷で、福島原発被害東京訴訟第1審の弁論期日が予定されています。結審が見込まれています。まず原告団長鴨下雄也からご挨拶申し上げます。お集まりの皆さんありがとうございます。福島原発被害東京訴訟原告団長の鴨下です。結審が延期になりまして、今日結審予定ということで、再度皆さんには、集まっていただくことになりました。福島原発被害東京訴訟、区域外の、被害者中心の訴訟になっております。しかし、区域外でも放射能は来た、そして今でも区域外にも放射能はあるという状況で被害が続いているということを訴え続けてきました。しかし、国も東電も、その汚染が残っている事実は否定しないにしても、その被害はないだろう、もう最初からないだろうという前提での話になってしまっておりまして、これには私たち被害者としては全く納得いっておりません。そして今後のことを考えても、こんな状況で再稼働が行われているという状況では、また次にいつ同じような被害が事故が起きるのか分かりません。私は大学でも教えておりまして、今授業から戻ってきたばっかなんですけども、この原発問題の教え方は非常に難しいと思っています。つまりネットで頑張って検索すると、政府側の安全であるかのような科学を、ぽいんだけど正しくない書き方をしているとか、誤解を招くようなものはオフィシャルに流れていて、そしてこれは汚染の事実なんかに含めても、そのような正しい情報になかなかたどり着けない、何が正しいんだか分からなくって、被害者がお金のために騒いでるんじゃないかというような誤解をむしろそっちに、進んで そっちの情報を取ってしまうという難しい状況になっています。こんな中で私たちの声を直接そのまま、ネットメディアなどで流していただいていることも、これ非常にありがたいことですし、このような場所に集まって、少しずつでも、私たちの、被害、原発事故が起きてしまったらこういうことが起きるんだ、こんな被害が起きているんだ、こんな状況なんだ、もしくは国がこんなこと言ってるんだ、あれですね、予見できなかったとか、やったとしても事故を防げなかったとか、そんなことを言ってるというのはですね、やはり、私たち、自力で結局では伝えていかないとなかなか伝わらない、こういう難しい状況になってしまっております。そんな中で、全国で、声を上げて、そしてこういうところに集まって、いろいろと、声をね、被害を伝えてくれていることは本当に、感謝ですし、これこそが原発事故の被害を明らかにして、そしてその被害をに対する真っ当な賠償を引き出すための 手段になるんだと思います。皆さん、これからも頑張っていきましょう。どうも今日はお集まりいただきましてありがとうございました。お願いします。それでは続いて、弁護団共同代表中川元光弁護士から、裁判の意義と到達点についてお話しいただきます。皆さん本日は、暑い中お集まりいただきありがとうございます。今日昼に外へ出た時に、あまりの暑さにこの門前集会が果たしてできるのかっていうところについてですね、こんな暑い中でやるのは非人道的であると、あれは人権を歌いながらですね非人道的なことをやるのはいかがなものかというふうに思ったんですが、幸い、ここは日陰になっていて、風も吹いているということで、やはりこういうところも我々に味方をしているのではないかというふうに思ったりもしております。裁判についてはですね、先月、本来は結審予定でしたが、なんと国の方がですね、我々の主張について新たな主張があるなどと言い出して、それに対して反論する必要があるんだということで、裁判所もそれを受けてですね、起訴を続行するというですね、異例の事態になりました。ただじゃあ実際に国から出てきた書面って何だったのかっていうと、結局従前の主張の、引き直し、全部なんかそれぞれについてはどこそこに書いてある通りであるっていうような形でしかですね出てないんですね。っていうことはわざわざ
これを続行させる意味なんてなかったっていうことが、今回明らかになっています。国は一体何をしてたんだろうというふうに思うんですが、まあ、実はここの論点、あの一対の問題ですね、結果回避の問題に関してですね、実は最高裁がですね、見逃している、外している論点というのが、まあ、重税の裁判では、先行している訴訟ではあまり主張されていなかった問題でもあるというところがあったので、でも実はそこはちゃんとこちらでは裁判では論争しているはずなのに、やはり彼らとしては大変気になったんでしょう。繰り返しそういうところを述べた。ただ逆に言えば我々としてもこの問題については裁判所はきちんと見て、あの最高裁判決というのはおかしいんだということを認識していただく、変えることができるきっかけになるというふうにも思っています。裁判所が続行させたということは、まあ、国にも言いたいことを言わせて、我々にやはり主張していることをきちんと認める、最高裁に判決出てるけれども前提としているものが異なれば違う判断をすることができるというのは当然のことですので、そこで裁判所がですね、勇気を持って判断をする、そのためには慎重に国の要請を向けて審理したんだぞということを示しているんだというふうに、三井裁判長ほか東京高裁の第八民事部の裁判官の方々には期待しています。また損害論に関してもですね、まあ、第5次追放が出ましたが、これってはっきり言って区域外に関してはほとんど、まあ、もう変わらない、見捨てられたような内容のですね、内容で、これじゃ区域内外の格差がますます広がるばかりのものであると、こんなもの到底受け入れられるわけがないということで、やはりですね、裁判所においてはですね、やはりこの被害実態、特に避難していることの困難性については大きく変わらないんじゃないか、で避難の合理性についてもですね、内部被曝の問題とか様々なことを考えれば、これは避難の合理性十分に認められるんだということをですね、きちんと東京高裁においてでも判断をしていただきたい、というふうに考えております。今日の決心は、今日はおそらく決心になると思いますが、まあ、まだまだ、分かりません。これ、決心詐欺って言われると、まあ、ちょっとこちらとしても困るんですが、まあ、いずれにしても、今日多くの方々が集まっていただいたこと、これを背景にしてですね、裁判所にやはりきちんと、この裁判に向き合ってですね、正しい判断をしていただきたい、というふうに思っております。今日またこれから数時間大変かと思いますが、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは引き続き全国で同様の原発賠償裁判を戦っている全国の仲間の皆さんから連帯のご挨拶をいただきたいと思います。まずノーマー福島いわき市民訴訟原告団長伊藤達也さん、お願いします。こっち来てもらったら真ん中に。そう皆さんご苦労さんでございます。いわき市民訴訟の原告団長伊藤達也です。何としても東京訴訟で勝って最高裁に行ってもらいたい。今日最後の締めであります。みんなで頑張って勝利を本当に手に取りたいと思って駆けつけてきました。私どもいわき市民訴訟は3月10日に仙台高裁で判決がありましたけれども、国を断罪してるんです、裁判官は。しかし結論だけが、そうは言っても本当に大きな津波を止めることができたんでしょうかね、必ず止めたとは言い切れないなどという、なんだか小学生が書いたような文章でね、結局無罪放免にしてしまいました。でこれが7月21日に正式に仙台高裁から最高裁に行きました。不当判決が出てから最初に私どもいわき市民訴訟が最高裁での闘争開始でありますが、東京の前にこの前、黙っちゃおれん原告団が名古屋の高等裁判所で、決審を迎えてますもん。今日決審を迎えると3つがまず最高裁に行くということははっきりしてきたわけであります。全力で頑張って何としてもあの不当判決を覆すことができるならば、岸田内閣の無謀な原発全面利用だのというのに手足を縛ることができますし、本当の救援支援、福島の復興にも
大きな力になると確信しております。みんなで頑張りましょう。伊藤さんありがとうございました。引き続き原発賠償関西訴訟原告団長森松明子さんからお願いします。東京訴訟の皆さん、本当に先月もしかして決心かもというところで1ヶ月前にもここで東京訴訟の皆さん応援メッセージを送った原発賠償関西訴訟、私たちは大阪地方裁判所で集団訴訟を戦っています。今鴨下団長が、それから弁護団の中川先生がおっしゃったように、私たち関西にも区域外避難者たくさんいます。区域外と区域内で本当に差別的な取り扱いをすること自体が本当に国際社会に対しても恥ずかしいことだというのを、もう本当に法廷で正々堂々と言ってくださっている東京訴訟の皆さん、本当にそれは全国大阪だけではなく、本当に北は北海道から南は九州まで全国に訴訟団いまして、区域内も区域外も原発事故による避難を余儀なくされた人たちです。これらはみんな国内避難民として人権が保障されなければならないし、本当に被害はきちんと賠償されなければいけない。そうでなければ被害が賠償化され、原発事故が小さく小さく、ちょっと賠償金を払っただけで終わりで何も問題ないんだみたいな風土が作られていくということなんです。原発事故は本当に被爆をばらまく、撒き散らす人々の命と健康に関わる問題です。でそういうことを声を大にして言ってくださっている東京訴訟の皆さん、今日本当にいよいよ最終弁論、決心ということで、私たちも全力で法廷の外の傍聴席から、そして裁判所を取り囲んでこうやって応援していますので、今日は一日本当に頑張ってください。最後悔いなく声を上げてください。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、全体のご挨拶、福島原発金沢訴訟村田団長お願いします。皆さんご苦労様です。神奈川訴訟の、原告団の村田です。神奈川訴訟も、東京訴訟、千葉訴訟の皆さんと一緒にこの、東京高裁で、この3年4年近く頑張ってきました。東京訴訟が、前回決心するだろうと思ってたら、1回伸びたということで、私たち神奈川訴訟部ですね、実は 6月30日の弁論で8月25日に決心するだろうと思ったら、これまた一回伸びちゃったんですね。でそれで、その後裁判所の方に、これ以上伸ばしてくれるなということを申し入れまして、ようやっと今月の20日にですね、10月6日に決心をするという裁判長の現実をいただきました。ですから東京高裁では千葉の皆さんの判決、さらに東京の判決、そして神奈川の判決と3連チャンで必ず勝って、もう一度みんなで最高裁に駆け上ると、そして先発されているいわき市民訴訟の皆さん方とまた再び最高裁で一緒になってですね、必ず去年の変築的な、最高裁の覆すというふうに思っています。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。村田さんありがとうございました。それでは続いて、黙っちゃおれん原発事故人権侵害訴訟相次ぎ原告団長岡本かなさんお願いします。東京訴訟の皆さんお疲れ様です。そしてそれに応援に駆けつけた皆様も本当にお疲れ様です。先月決心を迎えるはずだった東京訴訟が一月延びました。でも私、東京高裁の裁判官はなんて公平なんだと思いました。国が主張したいって言ってるから やらせてやろうじゃないか。それを聞いた上でこの原告が言ってる主張、被害きちんと向き合った判断を出そうとしているんだろうと私は感じています。なので今回、今日ぜひとも決心を
しっかりと終結迎えて判決日きちんと言い渡していただきたいなと思っています。私たちアマチュア訴訟は7月11日決審を迎えました。11月22日11時から名古屋高裁で判決の言い渡しがあります。その決心にはたくさんの方が全国からそして愛知岐阜三重の生の方々がたくさん応援に駆けつけてくださいました。本当にありがとうございました。私たちの被害は判決を迎えても終わることはありません。それでも私たちが今の社会を手渡すわけにはいかないとこの裁判に打って出ています。原告の思いを必ず裁判官に届けるよう皆さんと一緒に傍聴席から熱い思いを伝えてまいりたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ふるさとを返せ福島原発訴訟、原告団長今野秀則さんお願いいたします。ふるさとを返せ福島原発訴訟の原告団長の今野と言います。私たちのふるさとは福島県浪江町津島という本当に田舎です。田舎ですが全域が帰還困難区域でした。つい先日まではわずか 1.6% が規制解除されてこの4月1日から、帰れるようになりましたけれども、しかし、地域の復興再生にはまだまだ遠い状況にあります。で原発事故の被害はですね、東京訴訟、いろんなその他いろんな訴訟が全国で20いくつ30いくらいですか戦っていますけれども、なんていうんですかね、帰還困難区域の部分から区域外の皆さんの自主的な避難も含めて、ですね、多様なたくさんの被害を受けてます。でところがですね、その最高裁はそういう被害について昨年6月17日国に責任はないというふうに簡単に本当に片付けてしまいました。こんなことでいいんでしょうかね。私は許されないと思います。皆さんもそうだと考えていると思うんですけれども、しかしですね、そうは言っても最高裁の決です。これを覆す正すというのは並大抵のことではないんですけれども、私たちが力を合わせて声を上げて連帯して訴えていけば、世論を盛り上げることによってね、これを正し覆し、そして日本の政治、三権分立も含めてですね、正しい方向に引き戻すということは可能だと私は考えています。希望を持ちたいですね。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと時間は早いんですが暑いですので、写真を皆さんで撮影して傍聴の抽選に並ぶように。入れてほしいですか？入れてほしいです。いやいや、これ写真撮ればいいかなと。じゃあ、入廷行動をするということですので、あちらの木の下あたりに横断幕を広げますので順次お並びいただいて、よろしくお願いいたします。こういうふうに入ってだな、そうそういうふうに、そう中で止まって、そこで止まって後ろ続いてって、どんどん続いてって、そこで散ってもらって、そこで散ってもらって中を持ってったら怒られちゃうから、ちょっと前詰めて、どんどん前進んでください。はい、前進んで、そこで旗を下ろして、東京都長頑張って、東京都長頑張って、東京都長頑張って。